皆さんこんにちは。週刊ロートニュースのお時間です。この番組では世間で話題になっているニュースを取り上げ、独自の観点で議論を展開していきます。司会を務めますのは私、ネバサイ音です。そして本日のコメンテーターにはロート製薬の社員であり YouTuber としても活動されているネバセイココロさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらのニュースです。2020年の東京オリンピックに向けて着々と準備が進んでいるようです。インフラの整備はもちろん、宿泊施設や観光地など民間からのアプローチも注目されていますが、心さん、この点どう思われますか？そうですね、オリンピックは一大行事ですから準備もしっかりしたいですよね。そうですよね。ところでオリンピックといえばスポーツ、スポーツといえば屋外で気になることといえば紫外線ですよね。はい、紫外線ですよね。皆さん、こんな事実はご存知でしょうか？実は紫外線を浴び続けるとシミができるだけでなく、乾燥してお肌の水分が奪われたり、ハリや弾力まで失われてしまうんです。なるほど、まあ、その辺は個々人で準備しておきたいですよね。続いてのニュースです。新元号令和に突入し、全国の役場や商業施設ではそれに伴った表記の変更などの対応が進んでいます。ということで心さん、これについてはどう思われますか？そうですね、元号が変わるというのはやはり大きな出来事ですからね、令和に変わってから心機一転、新しい気持ちで毎日を過ごしていきたいですね。これを機に心に溜まった悪い考えを洗い流すというか、汚れを洗い流すといえばボディーソープですが、これから暑くなってくると汗の匂いとか気になりますよね。汗と皮脂をケアする匂い対策のボディーソープもあるので、ぜひお試しいただきたいですね。なるほど、表記も心機一転したいということでした。さあ、続いては特集コーナーですね。心さん、お願いしていいですか？はい、心コメンテーターのおすすめお出かけスポット。この特集では思わず週末にお出かけしたくなるというようなレジャー、グルメ情報を紹介していきます。楽しみですね。今回おすすめするのは伊香保温泉。週末にゆっくりお湯に浸かってリラックス、いいですよね。いいですね。心さん、具体的に伊香保温泉はどんな場所なんですか？まあ温泉なので暖かい、暖かいといえば温度、温度といえばお風呂ですよね。はい、皆さん、家でお風呂をためる時の適正温度は何度か知っていますか？正解は38度。ぬるめのお湯に浸かることでお肌に必要な皮脂が溶け出すのを防ぐ効果があるんです。皆さんもぜひ試してみてくださいね。以上、心のおすすめお出かけスポットでした。あの、伊香保温泉は…以上、心のおすすめお出かけスポットでした。それでは本日最後のニュースです。今年日本で開催予定のラグビーワールドカップ、現在開幕に向けて各国の代表チームが調整を進めています。心さん、このニュースについてはどう思われますか？そうですね、オリンピックと似たような話になってしまうんですが、はい、ワールドカップ自体は4年に1度とはいえ、日本でこのイベントを目撃できるのはもしかしたら一生に一度になるかもしれません。大きなトラブルがないよう気をつけながら思いっきり楽しみたいですね。そうですね。終わりですか？あ、はい。なんでしょう、何かダメなとこありました？あ、いえ、ただないならないで寂しいかなと。ああ、スキンケア情報の話ですか？そんなに寂しいなら教えて差し上げますとも。今ここにある URL をクリックすると、ロート製薬が運営するスキンケアクイズのページに飛びます。ぜひそこでスキンケアの情報をゲットしてくださいね。さようなら。さようならといえば挨拶、挨拶といえば第一印象、第一印象といえばお肌ですよね。しつこいよ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。